には帰りたいですね、ただ自分なんかからすればもうマリキリ線量の高い今の時点でモニタリングでは一番高い地域の一つなので、まあ、そこは、まあ、自分なりに一定の区切りをもうそろそろつけなきゃならないのかなと思うところがあります。まあ、そのためにはやはりなんて言ったらいいのかな、やっぱり意識的に強く持ってどうするかっていう考え方をやっぱりまとめなきゃなんないのかなと。ですからやっぱりいろんな思いでそれぞれの各地に避難された人もやはり自分の思いをきっちり持ってふるさと志向になるのか、それとも新たなふるさとを作っていっちゃうのかっていう、そういう思いを自分で明確にすべきかなと。他人依存では難しいかなと思ってます。気分的にこう落ち着いたっていうか、そういう生活に戻りたいですね。やっぱり落ち着きませんからね。そうですね、私今週刊貯蔵のあれになってるんですよ、高橋アナクル、はい、脈々と何代も続いた、ふるさとが、なくなる、それは耐えられない、それは私は耐えられないですね。私たちは調理ボランティアのクックっていうメンバーなんですね。調理の要請があればこういうボランティアをさせていただいてるんです。特別なことはできないんだけど、調理だったらば毎日私たちがしてることだから、少しでも皆さんのお役に立てたらいいなっていう感じでやってます。みんな同じ笑顔を見るのが笑顔を今日の会社で本当に楽しい時間短い時間でございますが、こうして、